はい、どうもこんにちは。チャンネルサッカチでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は、森本にあります、森本で合ってるのかな、住所、イオン金沢に来ております。ちなみにね、ここ結構移住してから1年半経つんですけど、何気に何回か来てて、まず移住する前も就職試験とか施設見学みたいのしてた頃にも来てたような気がしますし、まあちょっと買い物に飽きて行くとこないからここ来るかみたいな感じで来たりもしてるので何回か来てます。こんな感じでちょっと軽くレポートしていきたいと思いますので、いやまあね、ほんとね、普通のイオンって言ったら普通のイオンなんですけど、まああのこんなイオンが石川にもあるよっていう感じでね、見ていただければ嬉しいと思います。イオン金沢までは、どっちから来ても8号線沿いという感じ、国道8号線沿いっていう感じなので、山側環状線道路から来ても海側環状線道路から来ても、っていう感じ、8号線からっていう、立ち位置になります。便利ですね。はい、外観はこんな感じの、至って普通のイオンなんですが、最大の特徴はね、最大の特徴なのかな、わかんないですけど、イオンシネマできますね、ちゃんと。そこ結構ね、でかいと思います。来る動機になるんでね。で、まあさっきも外観見てもらったんですけど、なんかね、新潟でいうとイオン新潟西にめっちゃ似てるんですよね。だからなんかこう新潟市民、元新潟市民というか、新潟市民としては、イオン新潟西に来た気分になります。まあでもイオンバイクもあったり、いい意味で最低限のこうイオンのものが揃ってるっていう感じでしょうか。こっちの国道8号沿いが表口っていう感じになると思います。はい、こんなもんが入ってるって感じですね。マック、銀だこ、携帯のキャリア、ぶどうの森、2階が、まあ、本屋さん、3階がイオンシネマと100均という感じで、まあ買い物釣りには何も困らないですね。はい、正面から入るとこんな感じでございます。服屋あり、薬あり、いい意味で普通のイオン。あと食品売り場は10時までなんですね。24時間かと思ってたけど10時までみたいですね。2階、3階も10時までって感じみたいですね。買い物売り場もこんな感じ、ほんとね、イオン新潟西と同じ感じですね。こうちゃんと石川県のイオンとかしば寿司が入っててですね、まあ超安いわけじゃないからこう買えない、そんな頻繁に買えないんですけど、しば寿司超美味しいですよね。まあ今みたいな感じで1階はまあ普通のイオンって言ってしまったらレポートなんねえだろうっていう話なんですけど、まあね、普通のイオンなんですよ、いい意味でね。まあこんな感じです。はい、2階というわけでですね、2階もイオン新潟西のようなまあ奥に本屋さんがある、エレベーターがあって奥に本屋さんあるんですけど、あとはこう、まあ、靴屋だの洋服屋さんだのっていう感じで、イオン新潟西っていう感じです。奥にカーブスとかなんかスポーツクラブ的な、これ今日やってねえのかな、よくわかんないですけど、があるようです。まあ、2階はこんな感じ、なんか回るまでもなく見渡せちゃいますね。あとは奥におもちゃ屋さんがある、幼児用のおもちゃ屋さんがあるっていう感じですね。本屋さんも結構な広さ取ってる印象がありますね。なので、ある程度話題の本はある程度ある感じでしょうか。はい、3階というわけでですね、3階がね、実質一番見どころだと俺は思っていますよ。ゲーセンがこっち側に、こっち側にあります。ワッツあります。なんかうちの近所のイオンもそうなんですけど、結構100均はワッツ入ってる印象ありますね。セリアとかダイソーとかではなく、あ、でもダイソーじゃなくて、ここのワッツはめちゃくちゃ広いですね。ワンフロアほぼほぼ半分ぐらいか、半分ぐらいは100円ショップとか100均になってっていう感じですね。と、奥の方にタムタムというホビーショップがあります。ミニ四駆とかラジコンとかそういうのがメインですね。まあ新潟でいうホビーロードですね。
そういう意味では完全にイオンに言い方にしっていう感じなんですけど、まあこういう風にサーキットもあるタムタムっていうプラモ持ってるところですね。いやもう完全にホビーロードなんだよな、前から持ってるけどっていう感じで、その奥に、イオンシネマがあるっていう感じですね。はい、イオンシネマ結構広いっていうか、こういい意味のキャパって感じですね。その奥にもまたちょっとゲームがあるって感じですね。ここに見えるんですけど、起死回生っていう、こっちの石川県っていうか金沢にしかないのかな、こうゲームカフェみたいなところがあるんですけど、ここがSNS で話題っていうかになってて、人が今来ません、助けてくださいみたいな、今日ゼロ誰も来ないですみたいな、ちょっとシニカルな感じで X でポストしてるっていう、結構ある種話題のボードゲーム屋さん、今日もお客さんいるみたいでよかったなと思うんですけど、そういう話題の、そういう意味での話題のスポットも存在している感じですね。なんかこっちの形勢はちょっとこうレトロ感というか昭和感のある、昭和の温泉施設とかにあるぐらいの形勢だったりしますね。音楽教室もあるんですね。今実際ちょっと買い物を、日用品の買い物をねしてきたんですけど、まあね、使い勝手のいい意味で普通のイオン食品売り場って感じですね。でその裏側にぶどうの森やら他のお店もあるっていう感じです。でもなんか閉まってるね、これ潰れちゃったのかな。はい、というわけでざっくり見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。イオン金沢店でございます。ごめん、最初に言った通り普通のイオンいやでもなんかこういう移住をして違う土地のこういうイオンと自分地元のイオンを比べられるとか、そういうことが結構楽しかったりもするっていうのは、まあ、確実にあるんですよね。石川県以外の地域に住んでる方がなんか、あ、こういうところあるんやなみたいな感じで見てもらえたらすごい嬉しく、思っております。今回は以上でございます。ご覧いただきありがとうございます。チャンネルせっかちではこのように、石川や金沢のいろんなところですとか、有益な移住情報ですとか、そんなものを取り扱ってますので、よかったら、チャンネル登録などなどしていただけたら嬉しいと思います。そして、北陸のカルチャーマガジンザウスさんでコラムなんかも、書かせていただいているので、よかったらご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。